おはようございます。ガクです。今日は7月13日、土曜日ということで、まあ、いつもアウェーの時回してたんですけど、ホームですけど、まあ、回してみようかなと思って YouTube 回します。前期の全日程が先週終わって、僕は9試合に出たんですけど、なかなかこう勝利を多く届けることはできなかったんですけど、まあ、後期はしっかり勝利を届けれるようにね、いいコンディションで、いい準備してやっていきたいなと思います。ということで、練習いきます。揺れがすごい。クマくん、サマラン知ってるっすよね。知ってる。さすがに。もう一回サマラン。サマラン。東京サマラン。知らねえ。知らないんだ。サマラン知らないらしいよ。知らねえよ。いやいやいや。ありがとう。映ってるか分かんない。顔映ってない。俺の胴体しか映ってない。あ、映った映った映った。あ、映んない。1、2、3、4。前ジョーラやったらお前やった。危ねあるね。あの子、これが命なんだから。なんかどうだよ。あっちサングラス。まあ、とりあえず飯食いに行きます。はい、ということで今スタバでね、編集とか、まあ、本読んだりいろいろしてたんですけど、で、まあ、その後あの TikTok のライブをね初めて今日やってみたんですけど、まあ、意外となんか最初はねあんまなんか難しいなと思ってたんですけど、意外とまあできて、人入ってきてくれたりいろいろ質問もらったりして、まあ1時間ぐらいやったのかな。で、まあ、ちょっと洗車行こうと思ってたんですけど、ちょっと時間がないのでこのまま先に髪の毛を切りに行きたいと思います。どこに似合う考えていかなくて、うーん、ちょっと短髪にしようかな。あ、
あ、カズカット。来た。うわ、出てきた。あ、玄太くんも出てきた。グローブを新しいのをね下ろすんで、まあそのついでにこのグローブの紹介なんかもできたらいいかなと思って紹介したいと思います。はい、いつも、グローブを送っていただきありがとうございます。本当にいつもこういうサポートだけじゃなくて、あの実際に応援に来ていただいたり、本当に多大なるサポートしていただいて本当にありがとうございます。まあ、僕ができるのはまあこうやってあのこのグローブをね紹介したり、あとはこのグローブつけてあの JFL のピッチでね活躍することがあの恩返しだと思うので、この恩をねしっかりとピッチの上で表現したいなと思っています。以前まではあのガビックを使っていたんですけど、こちらがガビックのグローブで、まあずっと以前僕はガビックを使ってて、まあこうやってまだ使ってないグローブもあるんですけど、あのガビックと何が違うかっていうと、この指の作りなんですよね。わかります？ガビックはこう何ですか、ちょっと丸みというかこういう形をしてるんですけど、逆にブリランテさんのこのグローブはこう指一本一本がこう細いっていうか、こうタイト横幅がキッてなってるんですね。でまあ、ずっと僕はこういう指のタイプよりかはこういうちょっと覆い込むようなグローブをずっと使ってて、でまああの使いやすかったんで全然問題なかったんですけど、僕はこのブリランテのこのグローブをつけた時にちょっと衝撃で、今じゃまあもちろんブリランテの他のグローブはありますけど、僕は本当にこれが一番良くて、中にまずグリップが入ってるんですね。でそこの点も僕が選ぶ理由の一つで、まあガビックにも入ってるんですけど、そしてこの指がやっぱキュッて締まってるんで、こうキャッチの時にこう本当に指の感覚のまま取れるというか、なんか違うグローブがあの届いたりとかして、まあ、そっちを使ってみたりもするんですけど、やっぱ僕はこのもうタイトさ、この素手感というか、指が自由自在に動くやつじゃないともうキャッチがしづらいグローブを選んだ理由の一つですね。僕は公式ページとかあと、ね、SNS からもあの飛んだりできるんで、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということで、これから出発していきます。見たことある？見せて。
From the second best I can see today. Without the confusion. Yeah. This could be the best thing that I'll ever.